ガメラシリーズガメラ大大魔獣ジャイガーガメラ大大魔獣ジャイガーは1970年3月21日に公開された日本の特撮映画作品ガメラシリーズシリーズ第6作大英東京撮影所制作カラー大英スコープ83分同時上映は透明剣士建設中だった万博会場がロケに使われた大阪港で 北山船舶修理工場を営む北山良作には、広氏という小学生の息子がいた。北山は、間もなく大阪地佐特急で開催される、大阪万博会場で使用される、遊戯用潜水艇の製作を依頼されていた。この関係で、広氏は、万博の広報部員、沢田圭介に連れられて、建設途中の万博会場の見学をする。万博開催のテーマは、 人類の進歩と調和であり、ケイスケも自らの考古学知識を存分に役立てようとしていた。会場には近いうちに南太平洋赤道直下に位置し、ムー大陸の一部だったといわれるウエスター島から、悪魔の笛と呼ばれる巨大な彫刻石像が陳列のために運ばれることになっていた。しかし万博側は、その文化施設である義母より、 古い先祖の言い伝えがあるので発掘をやめてほしい、として、猛抗議を受ける。ケイスケは、自らの考古学の知識と万博のテーマを交えた、講演を行い、説得を図るが、希望は、ジャイガーという言葉を何度も吐いて、結局は納得しなかった。一方、ウエスター島ではすでに政府からの許可を得ていた、発掘隊が、ウィリアム博士主導のもと、悪魔の笛を、貨物船、 何回もへ運搬するために最後の大詰めを迎えていた。そこへ突然ガメラが飛来し、なぜか発掘、運搬を行おうとするヘリコプターを妨害し始める。ウィリアム博士は毅然と指示を出し、ガメラへの攻撃も用意しようとする。博士の息子、トミーとその妹、スーザンから反対されても断固としてガメラへの攻撃をやめようとしない。 やがて悪魔の笛が完全に発掘されるとガメラは本格的に妨害を強行し、同時にウィリアム博士らも攻撃を行い、ガメラを相手に一触即発の緊張状態となる。その時、島の火山が噴火活動を始めるとガメラは炎のエネルギーを求めて火山へと飛び去っていく。南海丸に運搬される悪魔の笛からは突如として、汽笛のような謎の快音が響き始めるも、 発掘自体は成功を収め日本への帰路につく。南海丸より先に大阪へと戻ってきたトミーとスーザンは友人であるヒロシに上スタートの見上げ話と現れたガメラの妨害について話をするがヒロシはガメラの妨害には何か理由があると考えており先日訪れた疑望の口にしていたジャイガーという言葉に言い知れぬ不安を強く感じる。その不吉な予感は 現実のものとなる。ウエスター島で悪魔の笛が発掘された地面の下で長い眠りについていた大魔獣ジャイガーが目覚めたのだ。悪魔の笛を追おうとするジャイガーは火山から戻ってきたガメラと戦闘になり互角の勝負を繰り広げるもやがて鼻の横の角から発射する固形打撃ミサイルでガメラの死,死を釘付けにして自由を奪いエラの水上ジェット噴射によって 海面を滑走し、日本へと向かう。大魔獣、ジャイガーは、大阪港に上陸する。大阪港では、到着した南海丸から、悪魔の笛の荷上げが行われようとするも、船員たちのほとんどが、悪魔の笛に触れてから、謎の奇病に侵されており、作業が進まない。ケイスケからの依頼で訪れた港湾の労務者たちの、手によって何とか荷上げは完了するものの、その一人が、 悪魔の笛から快音が響き出すとともに苦しみ始めてしまう。その少し前、八丈島南方の海域を航行中だった一隻の貨物船が時速300キロという猛スピードで海面を滑走するジャイガーを目撃、回避も虚しく破壊されてしまう。さらに、悪魔の笛の荷上げが終わった直後、大阪港に現れたジャイガーは何回丸までも真ぶたつに破壊し、 大阪への上陸を果たすと、大阪市街地を次々と破壊していく。迎撃する陸空の防衛部隊も、固形大気ミサイルや角から発するマグネチウム、光線によって全滅させられてしまう。その頃、ウエスター島でひっくり返されたまま、身動きができなかったガメラは、尻尾を使って獅子に打ち込まれた、固形大気ミサイルを引き抜くと飛行形態となり、ジャイガーを追って、日本へと向かう。 大阪の街をマグネチューム光線で次々と焼き尽くし、通天閣までも破壊してしまうジャイガーのもとへと飛来し、大阪城公園で二度目の挑戦を試みるが、一瞬の隙を突かれて卵を産みつけられて大阪港で火死状態となってしまう。二作目、ガメラ大バルゴンに続き、本作でもジャイガーによって大阪の通天閣が破壊される。対策本部では、 ジャイガーに対する有効策が立てられずに頭を痛めてるが、訪れたヒロシとトミーの進言により、悪魔の笛の石像にジャイガーを倒す鍵があると知る。しかし、万博会場へと迫ってきたジャイガーは運ばれていた石像を大阪湾へと投げ飛ばしてしまう。そこで最後の手段として、ガメラを蘇らせる計画が練られる一方で、海洋研究所所長、 松井博士の証言によりガメラの体内にジャイガーの幼虫がいると推測される。広瀬とトミーは独自に持ち出したトランシーバーで連絡を行いつつ、両作が万博会場の遊戯用に試作した小型潜水艇を無断で釈用し、ガメラの口から体内へと果敢に侵入し、肺に救っていたジャイガー2世を発見。壊されたトランシーバーの雑音で撃退に成功する。 このことからジャイガーが低周波の雑音に弱いということが判明し、大型スピーカーによる作戦が開始される。同時に、ガメラを復活させるために、高圧電流が送電されるものの、あまりの出力のために回路がショートし、同時にジャイガー撃退のためのスピーカーの電力までストップしてしまう。しかし結果的にガメラは完全に復活し、万博会場で目覚めたジャイガーの元へと飛来。 万博会場を舞台に二大怪獣による三度目の最後の決戦が繰り広げられる。前作での宇宙から一転して日本万国博覧会を舞台にした作品。当時少年資格史ではカラーグラビアで謎の古代遺跡を題材にしたものが流行っており、これを企画に取り入れたもので万博を舞台にしたのは後付けだった。そのため万博会場でのロケが行われたものの、 監督の湯浅の明によると、東方のようにパビリオン協力しているわけでもなく、大英にそこまでの営業力もなかったため、大アップではなかったという。脚本担当の高橋23によると、本作では新しい物語要素として、オカルトをテーマに取り入れており、悪魔の笛が引き起こす、呪いを強調した内容となっている。高橋はこの趣向を、 後のオカルトブームに先駆けるものだったと10回している。大影響と撮影賞作品、透明剣士と合わせた特撮日本立工業だった。脚本題名はガメラ大大魔獣 X。ヒロシたちの家は大阪市の港区あたりにあると思われるが、卵を産み付けられたガメラがやってくるシーンでは、なぜかすぐそばにあるはずのない山がある。ヒロシとトミーが、 この港区あたりの家から大阪城万博会場へと自転車で短時間で急行したり、またジャイガーが万博会場から片手で投げた悪魔の笛が途中で落ちもせずに数十キロ離れた大阪湾まで届いたり、距離感の現実離れした描写が印象に残る。ガメラ映画で大阪城が登場するのは大怪獣決闘ガメラ対バルゴンに続いて二度目。また、 ガメラ対大悪獣議論の一部 BGM が流用されている。ジャイガーの子供がガメラに寄生するシーンは、ユアサによると予算はないし、やることは大体前のガメラでやり尽くしちゃったので、どうしようかと思って考えたアイデアだったという。本作制作時、すでに大英本社の経営は末期状態で、倒産の気配は濃厚だったというが、ユアサはそれでもアイデアを凝らし、 ミニチュア特撮にこだわる演出姿勢を貫いている。万博会場がクライマックスの舞台であるが、パビリオンを壊すわけにもいかず、代わりに大阪市街地の特撮セットが組まれ、シリーズでは大怪獣空中戦、ガメラタイガオス以来、久しぶりに見応えのある大規模な都市破壊の特撮シーンが描かれている。昭和シリーズで都市破壊が見られるのは本作が最後である。 それでも制作費はギリギリの状態だったため、夕朝によると最終的に大英社長の長田正一に直談判して、あと特撮セット一杯分の約3000万円の追加予算を得た。ガメラがジャイガーに寄生産卵され苦しみながらやってくる大阪港発電所付近の特撮セットはこの予算で作られた。ジャイガーの寄生乱描写で ウの花を切開して寄生虫の塊を取り出す記録フィルムが劇中に挿入されるが、これは多摩動物園に協力してもらい、ウにメイクし、豚の懐中を使って撮影したもの。気味が悪いと評判だったというが、湯浅も、撮ってる僕も気味悪かったと笑っている。そのまま映すのははばかられたため、フィルターをかけて白黒に処理してある。前作。 ガメラ対大悪獣議論で心臓されたぬいぐるみを流用し、エキスプロによって頭のみ、新規に作り直された。この心臓系の頭は、頭頂が平たく、鼻先が丸く目の離れているのが特徴。表情が前作までのものよりも、優しい印象となっているが、エキスプロによると、特に意識したものではなく、通常通り作ったものだという。ガメラは、ジャイガーの放つ。 超高周波のマグネチュム光線を避けるため、電柱を引き抜き、耳の穴に差し込んで耳栓をしたり、手足に刺さったジャイガーの唾液固形ミサイルを抜くために、象の鼻のように尻尾で岩石を掴んだり、工場の煙突を引き抜いて、唾液固形ミサイルに対する盾として使うゲートも見せる。また、本作では、ガメラの X 戦闘志写真が登場する。劇中で学者によって、 青海画面の骨格に似ているという説明があるものの、画面に映るレントゲン写真は、陸ガメのものだった。ジャイガーに卵を産み付けられ、頭と腕が透明になったガメラは、頭と腕を透明のポリ樹脂にすぎ替え、発光ギミックで光らせて表現した。本作では、ハンギリ縦漢用ポスターのほか、関連図書でガメラとジャイガーの必殺戦法が紹介された。デザインは、 特撮美術の矢野智久が手掛けた。公開前に、週刊僕らマガジンで名称公募された、際のイラストでは、野牛のような姿となっている。エキスプロが、韓国、台湾での仕事で忙しかったため、ぬいぐるみは開けベえプロダクションが制作した。四足怪獣だが、膝を地面につけずに演技され、見栄えを重視してデザインされたため、非常に動きづらかったという。 六尺台の草園用ミニチュアも使用されている。ウエスター島に眠っていたムー帝国の怪獣と言われる古代怪獣で血の色赤。ガメラはその存在を知っていたらしく、人間たちが悪魔の笛を引き抜こうとするのを妨害するが、結局止められずに目覚めた。海水を飲み込み、頭部横のエラからジェット噴射させることにより、海上を時速300キロで滑走でき、 貨物船もま、ぶたつにへしおる。短時間なら、低空も飛行可能で、ガメラに対して二度にわたって勝利した強敵である。ウエスター島では、悪魔の笛と呼ばれる石像に動きを封じられていたが、実は低周波が弱点である。悪魔の笛とは眠るジャイガーを沈めるために、生贄の血を注ぐよう作られた構造物であり、 その内部で共鳴する低周波によって結果的にジャイガーの動きを封じていたものである。なお、この低周波は人間にも有害で、輸送中に何回もあるの船員や大阪港の作業員が苦しむ、現象も起きる。ガメラとジャイガーの第二回戦場となった大阪城。かつてバルゴンもこの地でガメラと戦った。ウエスター島でガメラと戦い、大気固形ミサイルで手足を貫いて、 動きを封じてしまい、自分を封印した悪魔の笛を追って、日本へ来週。大阪城で追いついたガメラと二度目の戦いとなり、大阪城でのガメラとの再戦では、唾液固形ミサイルの先方を学習したガメラによって、空から攻められて劣勢になるが、隙をついて、尾の針状の産卵管を、ガメラの首筋に突き刺し、ガメラを再びダウンさせて、卵を見つけてまたも、撃退。 悪魔の笛が運ばれた万博会場へ向けて進撃する。自衛隊は万博会場に現れたジャイガーに対し、その弱点である低周波音をスピーカーで拡大してその動きを止める作戦をとるが、ガメラ復活のためにも電力を回していたため失敗する。しかし人間たちの活躍で復活したガメラの再リベンジによって、マグネチューム光線も油断管も封じられ、 先方を出し尽くしたジャイガーはもはやガメラの敵ではなく、最後は空飛ぶガメラに何度も飛びかかろうとしたものの届かず、ガメラによって投げつけられた悪魔の笛が額に刺さって死亡、死骸はガメラによってウエスター島に運ばれた。本作のハンギジ縦漢用ポスターには、ガメラとジャイガーの主闘を強調し、吸血先法や空中回転投げなどジャイガーの必殺技の図解が盛り込まれた。 大阪城での戦いで、ジャイガーに卵を産み付けられた、ガメラの灰の中で誕生した、体長2メートルほどの子供。小ジャイガーの他に、当時の関連観光物などでは、子、ジャイガー、ジャイガー二世、吸血幼虫などと呼ばれている。親ジャイガーとは別に、海米プロで、ぬいぐるみが作られた。この小ジャイガーは、頭の一本角が未発達な以外は、親と同じ形態をしていて、 花の両脇の角から粘着力の高い液体を飛ばし、ヒロシたちを釘付けにしようとする。この小ジャイガーに体内で血を吸われたガメラは、頭と左前足が透明化し、大阪湾に頭を突っ込んだまま可死状態になってしまう。低周波に弱く潜水艇で体内に侵入したヒロタツが使ったトランシーバーの無線電波によって倒され、 ジャイガーそのものの弱点を人間側に知られるきっかけとなった。大阪を舞台にした作品であるが、大阪弁を話す俳優は、大村コンその娘役の八代純子、公安労働者の警察太郎くらいしかいない。沢田圭介役の、炎三四郎は、後の早見城。当時、研修を終えたばかりだったが、ああ陸軍戦闘隊で役をもらい、度胸の良さを認められて、 本作で主演デビューとなった。炎、三四郎の命名は、大英専務の永田秀正による。ヘリコプターパイロット役の高田宗彦は、日本人であるが、白人を演じている。白人俳優のケデー・バリス、キャサリン・マーフィ、マーリーズ・ヘリーは、調布のアメリカンスクールから選ばれた、全くの素人だった。湯浅のりは、本作から、監督としてでなく、一本ごとの、 契約監督扱いで関わっている。社員監督だと残業の際に保証される夜間手当は契約監督にはつかないため、湯浅は撮影所で夜間と夜間を引っ掛けた社員たちから、あいつは悔しくて夜間を蹴飛ばしてるらしいぞ、などと悪評を立てられたという。ガメラの体内での撮影では準備中に照明スタッフが脳一血で倒れてしまった。 体内セットが柔らかい素材だったため、クッションになってその時は無事だったが、映画完成後に亡くなったという。湯浅は倒産寸前のストレスから来るストレス死だと語っている。当時、大英本社の経営状況悪化と、労使構想からスタッフ全員、ストレスが山のようだったという。ガメラマーチを主題歌とし、大英レコードレーベルで、 朝日ソノラマからそのシートが発売された。イラストは南村隆の迫力ドラマと題して声優を使ったドラマガメラ大ジャイガーの大主刀が収録されている。声の出演は富田光成、長井一郎、野田恵一、山本恵子、清水まり。定価330円だった。タイバイラス以来の観光として本作公開前に 週刊僕らマガジン誌で、ジャイガーのデザイン画が、怪獣、X と称されて公開され、名称が公募された。商品は、特賞、一人に、奨学金10万円、家作 A、50人に、ガメラのプラモデル、家作 B、100人に、大怪獣 X 体、ガメラの劇場招待券というものだった。本作の制作は、日本万国博覧会とタイアップ関係にはなかったが、 開催後の万博会場では、東方のゴジラとガメラの怪獣ショーのアトラクションが行われ、ゴジラ対ガメラの一幕もあったという。ショーは、博覧会場内のお祭り広場で開かれ、大村ンが司会を務めた。ガメラやゴジラは、藤田誠の劇団の若手が当初演じていたが、素人ばかりで、立ち回りがうまくいかないからと、当時ゴジラを演じていた。 中島春夫が呼ばれ、10日ほど出張して、ゴジラ役を演じることになった。ショーは、舞台の左右からガメラとゴジラが出てきて、中央で組み合うというもので、1日3回公演の予定だったが、結局夜1回の公演になったという。公開に合わせ、週刊少年チャンピオンで、和ず大事による漫画が掲載された。この作品は、B5 版サイズの単行本にされ、 劇場でも配られた。ありがとうございます。